な,なんだかですね、えー、お隣の国方面ですね、まあ、以前はこのマージャン牌で表現していたのはこの国の名前を言ってしまうと広告制限が ばっちりしっかりはっきりくっきりつきやがったからなのでこう南国と言っていた方この番組の「三宅チャンネル」かっかりの昔からお付き合いいただいている皆様ならばいささか懐かしいかなと思われるかもしれませんこの南国まあ韓国ですね韓国の方からあんなか嫌な嫌な勝利宣言の声が届いたということレコードチャイナの記事より紹介したいと思います。それがこちら 元徴用工訴訟で日本企業の資金が初めて原告側に渡る韓国ネット、ついに勝利、これが正しい <laughs> なんですよ <laughs> ということなんですけど記事の方から紹介しておきます。2024年2月20日、韓国 MBC ニュースは最高裁で勝訴判決を勝ち取った、強制同意被害者側が何を、まあ、え初めて日本の加害企業の資金で賠償金を受け取ったと伝えた。 記事によるとと元、ちちちちちょうちょうちょうちょょこ,これもちょっと懐かしいですイ、ね、ー、e、さん側はえ2019年にソウル中央地裁で行われた損害賠償のまあ平田が言いますと日立所造船が韓国の裁判所の方に納めていた供託金が募集とになってそれが被害者の方に支払われただとということなんですが。 ま、手続き上の話といえば、手続き上の話なんですが、それをもって勝利宣言をしてるわけです。い、参顔は、日本企業が自発的に出したお金が、いや、自発的に出してないんだけどな、え、ま、え、お金が、 強制徴用被害者のもとに渡ったのは初めてとし、一部ではあるが、日本企業による賠償が行われたと評価。また、足りない部分は、韓国政府の第三者弁済解,解,解決策に基づいて、一定強制動員被害者支援財団の提案を積極的に検討すると話したという。この記事を見た韓国のネットユーザーからは、ついに勝利したおめでとう これが正しい。日本企業からもらわないと、歴史的根拠のためにも重要だ。ンユン政権の、えー、肩代わり賠償案は将来、売国度の新日行為として記録される。とても良いニュースだけど、賠償金があまりに少ない。ああ。で、最初は勝利した。おめでとうございます。やってや,やったって言ってる。うー、なんか賠償金があまりに少ないなと。お金で全てを補償するこのようなことはできないが、被害者の過去の、えー、苦しみが少しでも和,和らぎますように。 日本ドイツのように過去の歴史をきれいさっぱり解決してほしい昔のことをいつまでも引きずるのかなどの声が寄せられたえさっぱり解決してほしい昔のことを一体いつまでも引きずるのかえこれドイツのようにっていうことなんですけどんうんうんうん白がこう言ってます「おかわりちょうだい!」あげねーよって話これあのーありましたよね 安倍元総理の時にいわゆる手切れ金の話3億円の手切,れ手切れ金差し上げましたよねこれ安倍元総理がいわゆる手切れ金ですか手切れ金のようなみたいなもうねお支払いしましょうとやった時にいわゆる日本の保守派保守派の皆さんがギャースかギャースか大騒ぎしておりました。これにについて後に櫻井よし子さんが 安倍元総理の真意を説明したすなわち手切れ金だと、まあ、これによって理解が広まったということなんですけど私その当初からブログなどで、まあ、まあ手切れ金はあるよねってて話ししおりましたこれはあの賃貸物件だとかの中で家賃滞納した人に出てってもらうときに家賃を滞納しているわけですからもうこちらの方がもう持ち出しになってるわけですね。なんですけれど出てってもらえればもう解決をすれば。 その後、新しい田中さんに入ってもらって、また家賃収入が見込めるので、もうしょうがないな。とばかりに引っ越し代だとか、あるいは引っ越した先での本当にわずかの生活費というものを出すケースっていうのがあるんです。不動産の競売物件とかをやっていた会社さんとうちの弊社取引してまして、そこでいろんな実態の実際の話聞きましたそれは大変ですねって。はい、運が悪かったと思って。損切り。 損切りするしかないっていう話を聞いてましたんであの3億円の手切れ金を聞いた時にああまあそういう方法もあるよねでもそれを限りそれ以後なければそれまでよと思っていて安倍政権そして菅政権の時丁寧な無視丁寧な無視という日本におけるご近所ところがこれはまあ裁判という手続きの中で。 日立造船が収めたお金が没収とになってしまった。そして、韓国ネットの方ではもうすでに少ないな。少ないな。さらにはおかわりちょうだいという話がちらほら出てきていて、しかし、ネットの方では完全勝利だと喜んでいるということ。これ我々の方は共有しておかなければいけないということです。えただ、この話題ですね。私が確認した限り、FNN プライムオンラインが 一番最初に伝えたような気がするんですがその後地上波テレビの方ではストレートニュースでちらっとちらっと伝えておりましたが何だかまあそのお金払いましたいや供託金が原告側にというさらっとだけ伝えていてこの実態について触れていないんですよ。このの実態というのは いわゆるこの徴用だと主張するもの日本国政府としては旧朝鮮半島出身労働者の話というものこれらは全てまと解決しておりますそれは昭和40年西暦でいう1965年の日韓,日韓基本合意そして日韓請求権協定とりわけこのお金の話は日韓請求権協定によって完全解決しております。当時 当時ですよ昭和40年というのがポイントでしてその前から話し合いはずっと続いていてなかなかまとまらなかったんですよ。20年という月日はかつて朝鮮半島が日本だった時代に青春を過ごした人たちがまだ現役世代でして社会の中心にいたんですね。どういうことかというとかつて一緒の同じ日本人だった時代を知っている。 だから日本側の方としてもですねあじゃあ一緒に戦ったそれこそ戦友とかもいるわけですよならばじゃあその一緒の時にね大変な思いをした皆様には日本国政府としてできる限りのことをという個人的な保証の方も当時の日本政府韓国の方に申し入れてるんですね韓国の方がいやいやそれ,それはそれは私たちの方でやるお金ちょうだい これも2つの見方がありまして、個人的に日本国が当時日本人だった。現在は韓国の人たちに個人的なお金を支払うということ。これをやりますと、国家主権として日本国の方がということになってしまうところもある。悪い見方をします。と、その個人のお金もちょっとね。これで判断の奇跡よっていうそういう見方もあるにはあります。まあ、ただ難しいところの中で、最終的には韓国政府の方がじゃあ一括で受け取って。 私たちの国の国方でやりますよとということじゃあそうですかという形でドカンとお金を渡していますなのでこの件はもう終わっていることそれなのにずっとおかわり「おかわりちょうだい」「おかわりちょうだい」ということは今の韓国のネットの声でも確認できるということこれがまた繰り返されるのかなっていうところなんです。そしてこれはですね 世界最大の音楽グループ。あ、世界最大と来ちゃいましたね。<laughs> 音楽グループ、BTS のリーダーである、えー、キムさんですかあは、完璧主義と過剰達成のカルトが韓国の文化と、まあ、見出しあるんですけど、その下ですね。韓国は侵略され、根こそぎ破壊され、真っ二つに引き裂かれた国です。わずか70年前何もありませんでした。私たちは IMF と国連から援助を受けていました。しかし今全世界が韓国に注目しています。とあるんですが、まあ、この手の話。 日本の、まあ、お隣の国に対して、シンパシーを感じているのかなという人たちを繰り返します。焼け野原になった。国が真っ二つになった。うんと、少なくともその真っ二つになったのは私たち関係ないです。日本社会関係ないです。えっと、ソ連,ソ連方面から、北の方からなんか南の方にガーッてやってきて、またバーッと押し返して、でバーっとなっちゃった。そんな感じ。そんな感じ。あの、少なくとも敗戦の焼け野原だとかっていうのは日本でありましたよ。韓国が、 焼け野原になったのは日本関係ないですから。日本関係ないですから。あの巻き込まないでくださいって話。一方でですよ。油断と隙があるとこういうニュースがマスコミを賑わせるんです。日本女子にも韓国法現象、K-pop から服に化粧、えー、なんだ人人道か人道カエルも近頃都に流行るものだって。これ産経新聞ですよ。産経新聞。 韓国の方でブームだーとかっていうお話をあされているんですけれど k け o p って韓国っぽってこういうことのようですね韓国っぽ、K-POP ドル K-POP アイドルの逆顔になりたいそんな見直しでソウル発の旬なカルチャーを伝えているのが20代女子読者が中心の月刊誌ミニだ、えー、平成12年創刊のストリートファッション誌アジアのトレンドは原宿でが中心でしたが今はソウル ユフコが日本に入ってきて韓国っぽのようなギャル語で親しまれるようになっていると、えー、三沢無編集長さん自身が大の k p o p 好きであり7年前から韓国を特集近年は毎年丸ごと一冊韓国語をも発行し韓国ブランドのコスメやドラマや映画とあるんですけれどこれ答えを言いますとエコーチンバーです。エコーチンバー 今時のの情報収集はネットででやりますのでご自身が k p o p 好きだったり k p o p アイドルが好きだったりしますとそちらの情報を拾っていきますんでエコーチェンバーになるということいやいやお好きな方はどうぞというところただこれを産経新聞が産経経新新聞聞がが伝えているんですねさらにですよ日本のゴミどもはあ間違えちゃった、えっと、マスゴミマスコミマスコミの皆さんというのはなぜかお隣の国が大好きでして。 教託金が没収とされた、日立造船の教託金が没収とされた件に関しては、ちらっとストレートニュースで伝えたにもかかわらず、TBS、N スタはですね、ル・セラフィムという、まあ日本人も入っているんですが、韓国グループ、K、K-POP グループが、史上最速で1000万、1000万再生記録しましたおめでとうございますみたいな報道をやっておりました。日立造船の 承託金が没収とされたその同じ日にルースセラフィムが1000万再生っていうことなのでそれほどニュースバリューがある話なんですかというところでグルグル先生に尋ねてみましたルースセラフィム英語曲ミュージックビデオが再生1000万回突破これよく見ると2023年昨年の10月30日ですさらに1000万再生突破これ2022年の5月3日です でこれ12月23日1,000万回突破でこれがようやく昨日の話題ですかシンプリリース当日から各チャートで1位ミュージックビデオも1,000万回突破なので動員できる数が1,000万なんですかねっていういや分かんないですよ分かんないですよもっといるんですけれど皆さんこう控えめでルース・セラフィムの「 ルッセラフフィムののァンの皆様は控えもっっといっぱいいぱるんですよだって世界の中心でしょ <laughs> ?BTS が世界最大規模なんでしょだからもっといっぱいいるんですけれど控えめに控えめに再生してるどうやってやるんだろうどうやってやるんだろうそれでまあ1000万回超えたら日本の BTS があじゃない TBS が「1000万回超えましたー!」つってニュースっぽく報じているしかし同じ日日立造船の供託金は没収とされたわけですおかわりちょうだいというか。が 日韓,えー、日韓請求権協定に違反していることが行われた TBS は何か目論みがあるのかなというわけでこれまた Google ググ先生に「ル・セラフィム」TBS で検索をかけてみました、えー、このような情報がすぐに出てきました「TBS チャンネル」ですね「えー、ル・セラフィムツアー」TBS チャンネルなんて BS だか CS ですかね <laughs> 宣伝してる。 つまり TBS という番組、テレビ局は日本の国益が損なわれて国際的な取り決めも踏みにじられてしかしお隣の国素晴らしいってやっているんですよ。これが日本のゴミども。失礼しました。間違えました。日本のマスゴミ、マスゴミだということです。ただそうなってくるとそこまで韓国を持ち上げる赤坂ハマスじゃなくて 失礼します。赤坂にあるテレビ局なんですけれど本当にテレビとして放送すべき素材なのかというところここちょっと確認しておきますテレビ局というのは視聴率の上げ下げに一喜一憂しますそれがいわゆる CM 台に直結するからですそれでは韓流コンテンツ人気なのかなというところで今はリアルタイム視聴率をチェックすることができます T バルナウがありますこのところですね毎週土曜日 の午後日本テレビの方で韓流アイドルの番組をやってましてこれを定点観測しておりますそちらを見ますとですねこれが2月10日の番組なんですけれど日本テレビの方で k p o p タレントの番組をやっているんですよでその前がえっとジャニーズ事務所のキングプリンスの 番組やってまして、そこはまあそこそこの数字取ってるんですけど、K-POP の番組始まりますとズドゴンと落っこちまして、ズドゴンと落っこちまして、そのまま視聴者帰ってこなくて、ついにこの時2月10日はの15時15分時点でそれまで1位だった同時間帯1位だった日本テレビが再開再開になっちゃった。<laughs> やだやだおっかないやだおっかない。<laughs> ない <laughs> まあこれが実力少なくとも T- バルナオが示した。 テレビ視聴率においての実力出版業界と同じくテレビの側もまた嫌われる努力を続けているのかなよってマスゴミマスコミがマスゴミのような状態になっているということ我々は今ここで共有しておかなければならないことがあります日韓請求権協定も日韓基本条約においてもこれが事実上踏みにじられたわけですだとした時にこちら 首相が3月放日首脳会談を調整。ドジャース、大谷さんの開幕戦の完成案も。これは朝日新聞です。岸田文雄首相が3月20日に韓国を訪問し、ユン・ソンによル大統領と会談する方向で調整していることが分かった。同日はアメリカ大リーグの大谷翔平選手らがえ所属するドジャースの開幕戦がソウルで予定されており、両首脳が揃って観戦する案も浮上している。政府関係者が明らかにした。こんなの言ってる場合じゃないでしょ。 岸田文言ってる場合じゃねえだろういや最悪これはユン・ソンニョる大統領がまあねちょっとまともっぽい感じもしますんでこれを応援する背中を押すという意味でっていうところはそのための訪韓っていうのはまあうーんって感じって感じ。少なくとも 林官官房長官らしししき人物が遺憾法を昨日発射しましたもうこれでも遺憾法のレベルではなく実務レベルで対抗措置を取らなければいけないんじゃないでしょうか。なのでこういうこういうじゃないですけどやっぱりあの大使なり何な,なりをしっかりと召喚して、えー、それで話をつけなければこの件というものはもはや丁寧な無視をしていると日本企業からお金がむしり取られることになってしまう。 そのために我々の声を上げなければいけないターンになっているのではないか。岸田総理が聞く力を発揮するのはどうやらあのメグミトシハキさんだとか、えー、玉川徹さんのようなワイドショー、ワイドショーの声に引きずられているんですが、なめられているわけです。そしてなめられてるのは我々の同胞なんです。金がむしり取られるんです。そんなことも許したら、本当の意味での日韓友好、本当の意味での日韓友好、友好関係というのは対等でなければいけないんだわけですよ。 どちらかがずっと下手に出ているということは相手をお子ちゃまも,もうねもう若葉さんの坊やだからねもうしょうがないお嬢ちゃんでもどっちでもいいやね相手ってそんな失礼なこと私には言えません岸田総理そんな失礼な見方したら本当の胸に一回言うことなんかでき,なできませんから言うべきことはしっかりと言ってもらわなければ困りますよという、えー、今日この頃でございます